皆さんこんにちは。ウルトラマイクロマニアックス魔改造教室のお時間です。今日は抜群の安定感から俺の中で絶大な人気を誇る E-Shin E58 をさらに完全手放しでホバリングできるよう魔改造しようと思います。手放しホバリングを実現するためには現在の飛行位置情報を認識し、高度や緯度経度などから自律制御するフライトコントローラーが必要で、主に GPS や気圧計、音波センサー、光学センサーなどを組み合わせて実現しており、基本的に大型で高価なプロ用ドローンにしか搭載されないものでした。しかしチアーソン社が光学センサーによるオプティカルフロー制御を超超小型ドローン CXOF に搭載したことにより、低価格とイドローンの世界にオプティカルフローが広がり始め、トップメーカーである DJI もファントムなどで培ったビジョンポジショニングシステムをマイクロドローンに提供するなど、さまざまなオプティカルフロー機が群雄割拠する戦国時代へと突入する気配を見せています。ところでオプティカルフローポジショニングとはどんなテクノロジーでしょうか。オプティカルフローはもともと動画圧縮の一つに適用されるアルゴリズム、移動保証に端を発するテクノロジーで、色ベクトルや輝度情報から一致点をスキャンし、その移動方向を検出するもので、動画圧縮以外にも動体検出、被写体分離、空間認識など様々な技術に応用されています。その一つがオプティカルフローポジショニングで、仮面カメラからの映像を処理し、フローベクトルから機体がどの方向に流されているかを検出し、機体姿勢を自律的に制御して定点ホバリングを実現するのです。さてここまで語りまくってようやくですが、改造開始です。今回魔改造のため完走するフライトコントローラーのターゲットに選んだ機体は TKKJL602 というオプティカルフローポジショニング搭載の超超小型ドローン、チアーソン CXOF のリブランド品だと思われるのですが、コントローラーの作りが良さげな感じだったのでこちらを選択。ところが分解してみて大きな違いを発見。 CXOF のフライトコントローラーは STM-K のチープなワンチップマイコンで制御しているのに対し、この L602 は ARM プロセッサがその頭脳に収まっていました。基板刻印からも L602 は専用設計であり、サイズとボディが共通なだけで全く別物でオリジナルでした。というわけでこのフライトコントローラーを E58 に乗せていきますが、注意したい点はメインモーターを駆動する FET の容量、搭載されるのは2310という FET で、なんと4から6アンペアもの大許容量を持つトランジスタ。この容量なら 8.5mm 径のモーターを全開で回しても全然余裕。元が 6mm モーターの超超小型クワッドなので、なんとも贅沢な仕様ですね。というわけで完成。 E58 の HD カメラ基板はそのままに、 L602 のオプティカルフローカメラとフライトコントローラーでサンドイッチ。ボディ仮面中央に穴を開け、オプティカルフローカメラユニットを搭載。バッテリーは E58 のをそのまま使いたかったので、コネクタ基板は再利用。電源スイッチは防火型トグルスイッチを入れる空間がなかったので省いちゃいました。保護回路がないので接続時の瞬時逆電流による回路破壊が怖いです。送信機を置いて完全に手放しでホバリング。環境風に流されまいとオプティカルフローによる飛行制御が頑張ってます。お外で飛ばすのが超楽。
にかくスティックから手を離せばほぼその場でホバリングしてくれるのが素晴らしいです。このおかげでこれだけ木の枝が交差してる狭い空間でも不安なし、奥まったところに咲いている桜を撮影することができました。Thank you.